夏休みの始まり毎年上がるはずのガソリン価格が下がっています専門家がウルトラレア非常に稀な事態と呼ぶこの現象アメリカのインフレが緩やかながらも2%の目標値に向かっていると専門家は見ています夏の観光シーズンが始まるこの時期に通常は値上がりするガソリン価格が下落しています 要因の一つはアメリカ国内での原油生産量が増え続け過去最高となっていることが挙げられます全米のガソリン価格は平均1ガロン3ドル40セントのの原油の 先週1週間で10銭と値下がりしていますインフレの鈍化は経済指標にも表れています,います12日水曜日 5月の CPI 消費者物価指数の上昇率が発表され3.3%と市場の予想を下回りました前の年の同じ時期に比べて上昇率は0.1%で先月4月からの上昇は0%でした FRB 連邦準備制度理事会は12日水曜日 インフレが落ち着きを取り戻す方向で進展し続けているとして年内に1回は利下げが実施されると予想していますそうした中アメリカ人の消費の仕方が変わってきています消費動向調査ではパンデミック中に売れていたものが売れなくなっていることが明らかになっています衣類、家具、外食に使う金額は減っていますが 旅行、コンサート、貴金属などへの消費は引き続き順調です。